東京都中央区、隅田川になりますね。そして そこに見える橋が新大橋でございます。男女7人、夏物語のロケ地巡りしたいと思っております。第9話でですね、陽介と桃子がですね、2人ねやり合ったシーン、キスするだのしないだのどっちかのマンションに行くとかいないとかね、そういう場面を繰り広げた場所でございます。この場所はねなかなかね見つけることができてなかったんですが、ヒントとしてはですね、高速の高架の下にあることはちょっと間違いないんですね。あとねどうやらね近くにね川が流れてるみたいなんですよね。そしてよく見るとですね、あの桃子の後ろの方にこの白い橋みたいなのも見えるんですよね。でこれを、参考にするとですね、高架の下で川沿いの近くでなおかつ橋もあるっていう場所が、候補になってくるんですよね。はい、ということでねこの場所なんです。まずねここ隅田川がありますね。そしてね高速の高架あります。そして、ここにね橋が見えるっていう、これ一応3点セットが揃ってるんですよね。一人にね川がある、そして右に橋がある、このアングルではないかと僕は思いましたね。多分ねここで間違いないと思いますね。というわけでですね、でここを上がると階段があって、ここね高架下があるんですけど、この階段を登ったところにですね2人のやり取りのシーンの現場があると思われます。ただね今からちょっとね順を追って辿っていきたいと思います。まずはですねこの階段ですね、この階段を降りるシーンっていうのが2人ございますね。どうでしょう。まあこの塗装の色は違いますけど、ここ2人降りてってると思いますね。はい、そして反対アン降りたアングルを取る とここですね、2人がここを降りてくるとね、多分ここで間違いないと思いますね。でこの後2人がここでこう話をしてるシーンがここですね。まあそれ土砂降りなんですよねこの時ね。ここのねあの高架のこの柱の近くでねこうやり取りしながら、ここにバッて、ね、なってね2人でキスをしたのではないかとね僕は思っております。まあ、このあと2人がちょっと追いかけっこするシーンみたいなのがございまして、そこねここの下あたりかじゃないかと思っております。ちょっと今から行ってみます。今ですねこの先ほどのところの堤防の下の方にやってまいりました。どうですかねこの辺、2人歩いてるとはこの辺だと思いますね。はい、ここでちょっとね柵の位置とかも高さとかも変わってるんですけど、まああの桃子がね腰掛けてるんですけど、腰を掛けるところは残念ながらね見た感じないですね。はい、この後ですね今度いよいよねあのキスを知るシーンになるんですけど、そこの場面はねやっぱ先ほどのあの川沿い、今ここを階段登ると、川沿いのテラスに行くんですけど、橋があってこう川があってここなんですけど、どうでしょう、後ろにねベンチとかはないんですよ残念ながらね。キスをしてないんですけどね、しようとしてあの後ろのねホームレスが起き出すっていうシーンはまさにここだと思います。そしてこの後一旦2人がマンションに帰るシーンになりますね。はい、はい、そしてですね2人がねまたね桃子のマンションでキスができなかった後にまたね送ってくよみたいなことを言ってね、またねこの場所再びこの場所に来るんですよね。でねこう傘を持ちながら2人が歩いてるのは多分ね僕この辺だと思うんですよね。はい、この階段がね実はあるんですけど、ドラマではちょっとねこの同じような階段がないんですよね。だから僕は個人的にここにねここ登る階段とかあったのかななんて僕は勝手に思ってますね。はい、それでですね上からのシーンもねちょっと見てみ比べてみますと、このカットがですねほとんど一緒だと思うんですよね。どうでしょう、サンマがいて下の方を、桃子が歩いてるっていうシーンなんですけどね。だこう見るとやっぱりねこの辺この真ん中の方に階段があったのかなって僕は考えております。そして何でしたっけね、ここのね
こっからね、サンマがね、こう、うち来るかみたいなことでしたかね、この辺で言ってますよね。で、桃子がね、うち来るみたいな感じでしたかね。そんな、で、桃子が最後ね、こう、うつむいてるシーンっていうのが、この辺で映ってるんですよ。ですからね、ここ、このね、柱がここに見えますので、やっぱりね、この辺にね、やっぱ階段があったって考えてもいいんですよね、やっぱり。僕の想像は当たってると思います。はい。はい、というわけですね、新大橋の近くのこのね、高速の高架下、この場面がですね、見事ね、第9話のね、6地となっておりました。まあね、個人的にはね、36年経っても僕はね、ほぼ変わってないと認識しております。ここをね、ちょっとね、散歩がてらにね、ちょっと訪れてみるのも僕はね、いいと思いますよ。はい、そんな感じです。